ましたか？体全体をうまく使っていることが分かりましたか？難しいのは地面から足が離れた時なんです。地面から足が離れた時も次にどのように地面につくか先のことをいつも考えているんです。では連続してジャンプします。上半身の動き、そして足元をよく見てくださいね。こんな動きもできます。まだまだ飛びます。いかがでしょう。